まあ、湘南にとってはね、なかなか出しどころがねない状態が続いていると思いますからね、相手の背後をねついていくっていうね。ペレイラロングシュートを狙っていった、ペレイラー、うん、谷のポジショニングを見てペレイラ狙っていきました。まあワンステップですけどね、狙ってましたよね。